どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は羽田空港第1、第2ターミナルの駅のねホームにいるわけなんですけども、今ね朝の時刻が5時半ぐらいということで、本日はですね1月の13日ぐらいからね始まったプライオリティ、ね、パスが採用になった羽田空港第1ターミナルのスパ、まあ、マッサージとかね足湯とか、まあ、そういったねこちらねレストラン特典なんですけども、こちらがね利用することができるようになりましたということで、まあ、実際にどんな感じかっていうのはですね皆さんにねレビューできたらなと思います。で私の事情的にですね夕方に帰らなきゃいけないということで、始発でねこの羽田空港にやってまいりまして、このねスパ自体が10時だったかな、確かそのぐらいからオープンするということで、まだね全然空いてないんですよね。ですので、今日はね始発でやってきて、今日ね秋田に飛んで秋田からね、午前中に帰ってこようと思いますということで、早速ねチェックインして、制限エリアにね行きたいなと思うんですけども、このね羽田から秋田にね行くまでの間っていうのはですね、特にね何にもございませんので、この続きはですね秋田空港からお届けしたいと思います。ということで早速ね私は飛行機に乗って秋田空港に向かいたいと思います。ということで今回ですね利用することができるようになったのが羽田空港第1ターミナル、これねプライオリティパス公式サイトなんですけども、第1ターミナルの下の方に行って、このリフレッシュっていうフットベースカフェボディケアラックっていうこちらですね。でこちら利用条件等々がね書いてあるんですけども、午前10時から午後8時ということで、ご本人様のみね利用することができて、同伴者様は有料っていった形になります。で、場所は羽田空港国際線ターミナル第1ターミナルラウンジサイド、南ウィンセキュリティゲート付近にありますということで、まあこれはちょっとね後で実際の場所はねお見せしたいと思うんですけども、こちらですねカード保有者ラウンジご利用資格を使って全てのスパサービスのご利用に対する総請求額から3400円割引を受けられますということで、それぞれ先生がカード保有のラウンジ利用回数内でラウンジのご訪問1回目に相当いたしますということで、まあ私が持っているね、住信 SBI 銀行のプライオリティパスだったら、まあ年間3回の、まあ1回をね、消費するっていう感じですね。で、ご同伴者様、利用することができません。最長6時間まで滞在可能ということで、利用した方のね、話だと、到着も出発もね、利用することができるみたいですね。で、メニューに関してなんですけども、まあこちらね、スパということで、これがね、公式サイトになってまして、で、こちらがね、料金システムということで、まあこれは足湯カフェの料金メニューになると思うんですけども、こんな感じですね、足湯カフェ。足湯45分、フットバーバルスパ付きハーブティーで1100円。足湯ボディケア10分付き45分で2200円。フットバーバルスパハーブティー付きということで、あと延長がね、30分550円でできると。お持ち帰り用のハーブシャセ3個1000円とかね。まあこういったのも利用することができるみたいですね。まああとカフェメニューということで飲み物もあって、こちらがボディケアの、これはマッサージのメニューですかね。20分2200円、30分3100円ということで、まあ、今回ね、プライオリティパスで3300円利用、3400円の割引が受けられるということで、まあ、マッサージ30分ね、無料で受けられるっていう認識になりますんで、まあ、私ね、マッサージとかね、めったに行かないんで、利用する機会は多分ないと思うんですけども、こういったのがね、利用する、普段から利用する方はですね、こちらめちゃくちゃいいですよね。はい。30分無料ですからね、こういうのって高いじゃないですか。ですんでね、これはいいですよね。で、これ、予約はね、こちらからすることができるようになっておりますので、まあ、こちらからね、予約していただいて、で、これね、ホットペッパービューティーなんですよね。ですので、これね、ホットペッパービューティーのね、公式サイトから、この足湯カフェをね、探して出してきたわけなんですけども、すべて初来店2回目以降とかね、まあ、選べるわけなんですけども、まあ、ご自身のね、やりたいものを選んでいただく感じですね。で、全部こちらで見れるのかな？あ、そうですね。はい、ボディケアも見れますし、ボディ&リフレ、ボディ&トリートメントとかね、まあいろいろありますけれども、まあこちらからね、お好きなものを選んで利用していただければっていうところですかね。まあヘッドスパとかね、まあこれは2530円で、もうこれは無料で利用できる感じですよね。はい。まあ、こういった形になっておりまして、まあ、飲み物とかね、こちらではちょっとね、私は確認できなかったので、探し方が悪かっただけかもしれないんですけども、まあ、一応ね、プライオリティパスでね、利用していただければ、
3400円割引で利用することができるっていう風になりますんで、羽田空港第1ターミナル、まあまあ第2ターミナル利用される方もね、まあ第1ターミナルまで行けば利用することができるっていう風になりますんで、まあこれはね、もしプライオリティパスね、持っている方はめちゃくちゃいいですね。このね、お店自体は、レストラン特典の一部っていう風になりますんで、毎回言ってますけども、これはね、アメックスのプライオリティパスではね、利用することができないっていう風になりますんで、まあ私がお勧めさせているね、セゾンプラチナビジネスとかね、初年度年会無料で1年間利用したい放題でできますけども、まあこういったね、発行元がね、アメックスじゃないクレジットカードでね、利用することができるっていう風になりますんで、アメックスのね、プロパーとか、ANA アメックスとかのね、プライオリティパス、利用されている方は、こちら利用することできませんのでね、この点は注意してください。それでは、秋田空港到着。東京に帰ります。秋田空港はめちゃくちゃ雪で、すごいです。それでは登場いたしました。めちゃめちゃついてます。ガラガラ、これはいいですね。行きがね、条件付きのフライトになったこともありまして、かなりね、空席が目立ってますね。雪がね、めちゃくちゃすごくてあんまり綺麗に見えないですけども、もうしばらくしたら飛行機が動きます。では一応ね、今回の機材なんですけど、エアバス321ですね。あと非常に新しいね、飛行機となっております。モニターもピカピカで、 USB Type A とイヤホンジャックとリモコンなんかもついています。で、足元はこんな感じ。ちょっと私の荷物が入ってて申し訳ないんですけども、ここね、無印のね、これいいですよ。ケーブル巻くやつ180円、非常にいいです。大活躍。まあ、足元もね、かなり広いですよね。はい、こんな感じです。飛行機もあのまま全然乗ることもなく、非常にガラガラのフライトですね。いや、雪が強すぎて、もう向かいの景色が全然見えないぐらいまでになってますね。すごい、こん中飛行機飛ぶってやっぱすごいですよね。では行ってきます。ということで、羽田空港到着いたしました。ここからね、歩いて第一ターミナルにね、向かいたいと思います。で、今回ですね、一応ね、往復してますんで、まあ1日2回利用できるとかね、そこら辺も一応確認しておきたいなっていうところですね。では歩いていきます。ターミナルに到着しました。多分これですね、57、これですね、はい、3階の方に行きたいと思います。第一ターミナルの南ウィングですね。では場所なんですけども、こちらの出口で、このピアかな、でこっちにね、スペシャルアシスタントの入り口がありますね。ここのエスカレーターを上に上がっていくと、行ってみましょう。今ね、分かんなくて聞きました、インフォメーションの方に。お、これですね、はい、到着しました。足湯カフェボディケアラックですね、はい、こちらです。こんなところにあるんだ。ここ駐車場直結の場所で、エスカレーター上がってきたところですね。で、下を見ると、まあ、こんな感じで、ということで行ってみたいと思います。では足湯開始です。今ね、この机みたいなところに座って足湯を楽しむ、ちょっと足まではね、恥ずかしいんで見せませんけども、はい、ここで足湯を楽しんでおります。で、この茂ってるね、奥の方に
受付デスクがあって、右奥あれは何なんだろう、多分カフェみたいなのも一応ねあるんで、それなのかもしれないですね。でこっち側ね、こんな感じで、こちらがマッサージルームという感じですね。もうお茶も自分で1個選んで、このお湯を入れて飲むと。でここにねコンセントとかね USB タイプ ACAC2 ついてたりして、こっちですね、効果とかがね書いてありますね。このね足湯はここで自分でね温度を調節してリラックスするという感じですね。はい、こんな感じになってます。そうそう、で時間はね45分なんで、45分で時間かかりますんで、はい、ここの、ね、右側にトゲがありますんで、45分、まあ帰りたくなったらもう出ていいという感じですね。もう入り口でプライオリティパスを切ったらもうそれで受付みたいな完全に終了で、あとはもう好きにしてゆっくりしてお茶飲んで帰る感じですね。ちょっとね私足湯とかね大江戸温泉以来なんですけど、めちゃくちゃいいですねこれめちゃくちゃいい。でまたね温度が自分でね調節できるんでね、これもいいですね。うん、まあ、次の温泉ねできますんでいいです。ちょっとねお姉さんの前で靴下を脱ぐのが申し訳ないのと、ちょっとねおじさんがね、はい、これからたくさんプライオリティパスを使ってね足を楽しむと思うとね、何度もね、はい、何度も申し訳ない、この動画すらちょっと申し訳ないと思うんですけども、まあ、せっかくね、はい、対応いたしましたんでね、皆さんね使っていただければなと思います。利用できるのは1日1回行きか帰りのみということで、午前午後、まあ私今日往復してますけども、午前1回午後1回みたいなのは一応ダメだっていう話でしたね。一応できないっていうところでしたんで、まあ、そこだけ、ね、注意していただければなと思います。まあ、到着時も、ね、使えるということで、でこれが多分プライオリティパスに乗ったのは大体 2,3 日前だと思うんですけど、めちゃめちゃ混んでるみたいで、はい、私もね予約してこなかったらね、今外に出てる看板に1時間半後っていうね予約の札が利用できるのはね1時間半後しか利用できませんみたいな、案内できる人がねいないらしいんですよね。一応この足湯もね勝手に入って勝手に出るわけじゃなくて、まあ、これもね案内をもらって利用するんでね、まあ、そこがっていうところなんですよね。予約していきましょう。でスマホだとね足湯メニューは多分出てこないと思うんですけど、 PC だと出てきますんでね、 PC で利用するのはねおすすめですかね。まあでもこんだけ混雑してるともしかしたら到着時はねやめるかもみたいな、そんな話もねあるみたいですんで、いやねブース自体もね全部で6個でマッサージは4つとかなんで、ちょっとねなかなかですよね。しかも国内線で使えちゃうんでね、はい、まだね浸透してないですけども、多分これが広がればね多分予約困難なお店になると思いますんで、はい、この点は覚えておいてください。ということでせっかくなんでねハーブティーをいただきましょう。私はね、はい、ということでこのリラックスティーをいただいて今日の動画は終わりにしたいと思います。ちょっとね私みたいに足の匂いがひどい人はね、そういう人の用のもあるみたいなので、はい、まあ臭いとは言われたことないんですけど、うん、まあおじさんの足は大抵臭いと思うんでね、はい、ということでいただきます。いやね今本当に他に利用してる人はね誰もいないんですよね。誰もいないけど入れないっていうね、はい、多分加盟このお店自体もねこんなに混むと多分思ってなかったと思うんでびっくりしてるんだと思いますね。これからスタッフが増えるのか、なんかいろいろ使えなくなるのか、なんかありそうな気がしますね。すぐ終わったりとかねあるかもしれないですね。ということでちょっとね1時半まであとね40分ぐらいねちょっとゆっくりしつつこのティーを飲んでねリラックスタイム満喫したいと思います。いやねこのコンセントまであるっていうのはね本当にいいですね。ということでしばらくゆっくりして出たいと思います。このお茶もねハーブティーみたいな、うん、そのままそんなにきつくなくて飲みやすいですね、うん、ということでしばらくゆっくりしながらスマホでもいじって、ね、ゆっくりしたいと思います。
ということで今回ですね、羽田空港足湯カフェボディ&ケアラック、利用させていただきました。まあ、今回ね、プライオリティパスで3400円割引で利用させていただいたわけなんですけども、まあ、出発とね、到着どちらでも利用することができるっていう風になりますんで、これはいいですね。で、このね、足湯だけでもですね、もう案内が必要になるので、ブースが空いててもね、利用することができないっていう風になりますんで、今ね、まだあんまり有名じゃないにもかかわらずね、もう待ちになっておりまして、もうプライオリティパス持ってる人ね、ガンガン来るっていう風になっておりますんで、ぜひ皆さんね、ホットペッパーグルメで、ホットペッパービューティーか。はい、ぜひね、予約してからね、来るようにしてください。私が見た感じだとね、スマホだとね、この足湯が出てこなかったんですけど、私の探し方が悪かったのかもしれないですね。PC だとね、出てきましたので、まあ、どちらにしてもね、どれで予約しても、備考欄みたいなところにね、プライオリティパス使いますみたいな、足湯使いますみたいな、まあ、その旨書けばね、多分大丈夫なんじゃないかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、こちら、国内線ですからね、めちゃくちゃいいですよね。ぜひ利用してみていただければなと思います。ということで今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。私はね、これからカードラウンジに行って編集して動画を出したいと思います。ではまた。